ちは、デザインドリップです。今回はゴールドテクスチャーを使ったインスタバナーを作っていきたいと思います。はい、それでは始めていきます。まずはじめに背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにします。さらにダブルクリックをして 2A465F でカラーオーバーレイをしていきます。ちょっと背景を白にして作業していきます。はい、次に真ん中に枠を作っていきます。長方形ツールを持って適当なところをクリックします。 500×800 ピクセルの長方形を作成します。で、こちらと背景レイヤーを同時に選択して中央に揃えておきます。そしてこちらに写真を入れていきます。あらかじめダウンロードしておいた写真を Photoshop の方に持っていきます。大きさはお好みでいいんですが、今回は横幅1300ぐらいで配置しようと思います。オプションでクリッピングします。配置もお好みでいいんですが、だいたいネックレスが真ん中に来るように配置します。はい、こんな感じでいいかなと思います。こちらで写真の設置は完了です。はい、次にテキストを作っていきたいと思います。フォントはスパン、こちら Adobe フォントにあるものです。こちらのライトイタリックで、大きさは120ピクセル、トラッキングは10、カラーは F7DCBA のベージュで作っていきます。こちらでゴールドジュエリーと書いてください。気になるところがあればカーニングをします。はい、カーニングが終わったら右上をクリックして変形モードにして、シフトを押しながら90度回転させます。で、先に作った真ん中の枠にこのように沿うような形で配置します。右上に沿うようにしてください。で、こちらから右に20ピクセル移動します。シフトを押して 1,2。 はい、こちらで大丈夫です。今度はこちらをコマンド J で複製して180度このように回転させます。で、左側に持ってきてください。今度は大きさを60ピクセルにして、トラッキングを50に変更します。こちらで2022スペースサマーと書いてください。気になるところがあればこちらもカーニングしてください。はい、こんな感じでいいかなと思います。今度はこちらを真ん中の枠の左下の方にピタッとくっつけます。はい、こんな感じです。こちらから左に30ピクセル移動します。シフトを押して 1,2,3。 はい、こんな感じです。こちらでテキスト周りは完成です。次に装飾を作っていきます。はい、今回もこちらの便利ツールを使います。以前オーガニックシェイプのバナーを作ってみようという動画で紹介しました。詳しい使い方はそちらをご覧ください。で、今回はあらかじめダウンロードしておいたシェイプを Photoshop の方に持っていきます。で、適当な大きさにして配置していきます。まず右下に配置します。そしてコマンド J で複製して左上の方にも配置します。はい、で、配置し終わったら次はゴールドのテクスチャーを重ねていきたいと思います。あらかじめダウンロードしておいたゴールドテクスチャーを Photoshop に持っていきます。で、こちらの大きさでいいので OK します。で、色相サイドのレイヤーを作ってオプションでクリッピングします。色相をマイナス10、サイドをマイナス20、明度をプラス10に設定して、このようなローズゴールドっぽい色に変更していきます。で、こちらの色相サイドのレイヤーとゴールドのレイヤーを同時に選択して、右クリックからスマートオブジェクトに変換してゴールドと付けておきます。で、こちらを先に配置したブロップのシェイプに重ねていきます。オプションでクリッピングしていきます。位置をこのようにずらしてみてください。で、コマンド J で複製して右下の方にもこのようにクリッピングしていきます。はい、次に等高線のシェイプを入れていきます。あらかじめダウンロードしておいたファイルをイラストレーターで開きます。で、こちらのドキュメントをこのようにダブルクリックして、で、こんな風にドラッグをして選択をしてコピーします。で、Photoshop の方に貼り付けます。スマートオブジェクトで貼り付けてください。するとこんな感じになります。で、大きさお好みでいいんですが、今回2500ぐらいで配置していこうかなと思います。まあ、大体で大丈夫です。で、こちらを左下の方にまず入れていきます。
で左下に入れ終わったらこちらをコマンド J で複製して変形モードにして右上の方に持っていきくるっと回転させて、まあ、こんな感じでまた配置していきます。はい、こんな感じでちょっと右上は文字に重なる感じにするといいかなと思います。で両方配置し終わったら先に作ったゴールドのレイヤーをコマンド J で複製して一番上に持っていきます。でオプションでクリッピングして先ほど作った等高線のレイヤーの上を覆うようにこのように配置していきます。でもう一つの方も同じようにコピーしてクリッピングして配置してください。最後にこちらの右下と左上のブロップのシェイプの背景に色を重ねていきたいと思います。まず右下のブロップのシェイプをコマンド J で複製して下にできた方を変形してちょっと半時計回りに回転させます。でこちらをカラーオーバーレイで茶色にしていこうと思います。ダブルクリックして AF836A の茶色にしていきます。はい、こんな感じでいいかなと思います。今度は同じように左上のブロップもコマンド J で複製して下にできた方を右側にこのようにちょっとずらします。でダブルクリックして今回は E6D8CD のベージュにしていきます。でちょっと引いてみてバランスなんかを整えてください。はい、装飾の配置が決まったらテキストレイヤーの2つを選択して一番上に持っていきます。はい、こちらで完成です。今回のデザインのポイントはゴールドのテクスチャ使いです。リアルなテクスチャを入れることによって全体の質感がグッと上がりエレガントな印象になります。またこのような等高線のデザインが最近流行っているので今回使ってみました。ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。